リジェクト TV、コクニーです。ハイタイです。赤身カルビです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はマリーザの必殺技対策について初心者向けに解説していきます。おー、いいですね。まあ、解説するって言ってもカルビが嫌でもやります。マジだよ。いや、今回はちょっとね、マリーザにねバレちゃう、バレちゃう、バレちゃう。これ超フリーだし損なんだけど。いやでも逆にね、それをね、そう使いやすくもなったりするから。対策の裏を書けば彼も有利なのよ。そうそうそう。対策するってこと？そういうこと。レベルアップのチャンスなんですよ。カルビ選手が。そういうことです。なるほど。あえてってことね。そう、あえてここは。ならいいか。実際ね、あのマリーザのグラディウスとファランクス、この2つがね、まあ、2大強い技だと思うんですけど、みんなどんな感じです、はい、思うところカルビありますか、うん、いや私使っててめっちゃその2つだけ擦ってるな。あ、やっぱそうだよね。そうだよね、うん、だよね、強いもんね。特にね、グラディウスめっちゃ擦ってます。ああいいね、そうだね、うん、あれマジで強い、最強なんだよ。グラディウスに逆にと困ってる人が今すごい多い。多いってことなんですよ。カルビが打ってるイコールカルビに困ってる人がいるんですよ。ごめんね、困らせちゃってごめんごめん。まあなのでその後にね、そう、対策を今日はやっていこうかなというところですよね。特別だよ、特別、うん、特別ね、今日ね、特別よろしくお願いします、うん、カルビさん。人以外は許さないからね。そんなのだからね、今から解説していくんですけど、カルビさんはどれぐらい対策をねしてるのかっていうのをちょっと、あ、確かに見たいですね。知りたいわけです。やってはいると思うんやけど、ね、自分でやられたらどうなのかという、あんだけ人にやってるくせに自分はてめえできんのかって話ですよね。まあ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 、できますよ。お、あ、できます。自分が使ってるキャラだからね。あ、まあそうだね、分かるもんね。負けるわけないんですよ、うん、なるほど。僕のマリザと対戦させて、じゃあ見ますか。いただきます。はい、はい、じゃあ行きます。お願いします。よし、頑張ろう。こんなみたいになるんだろうな。こんなの時みたいになるんだろうな。やめてよ。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと。あ、いいね。やっぱ緊張するな。気入ってない。気入ってない。同キャラは。はい。これ早く出したもん勝ちだ。あ、カルビどうした？おい、グラディウスだぞ。おい、ファランクスだぞ。おい、ファランクスだぞ。全然対策できてないわ、これ。できてねえだよ。全然できてないわ。ほら、どうすんだ。どんな。あやだやだ。ああ。ええ、ちょっと。すみません。すみません。だって強すぎだろこれ。強すぎだろこれ。できてる、できてる、対策できてる。ほら、どうすんだ、ほら、カルビ。うわぁ、ちょっと。どうしたひどいな、これ。スピード感、えぐすぎる。えぐかったね。カルビさん、どうでした、今。うん、いや、やっぱね、強えわ。ダメージ量がね、半端ない。半端ない。うん、見たところ、ねうん、全く対策してなかったっすね。まあ、まあ、てか俺も困りましたわ。正直このマリーザとマリーザはどっちが早く出すかの勝負みたいなとこある、うん、ああ、まあ確かに ね、そうでしょ、うん、実際その最大試するともう返すのが少ない、うん、でもそれが今カルビ選手そう思ってるじゃないですか、うん、そうじゃない対策がやっぱあるんですよ。そうじゃないのもあるの。そう、早く出したもんがじゃなくて出させて返すみたいなことも実はできたりするんで、ちょっとそのあたりを今日は解説、それは聞きたい、うん、していこうかなと思います。いい、ね、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、はい、ではまずそのカディウスという技の性能について解説していきたいんですけども、はい、ピカッと光ってストレートパンチをするっていう技なんですけども、うん、これが基本的にはガードされても隙がない技になります。ガードされても、うん、基本的には OK なので、うん、ガードすることが解決にならないっていうことがまず一つ。ガードしてるだけだとずっとこれ打たれちゃう。さらにこう溜めれるんですよね、こうやって、うん、出した後に踏ん張れるんですけど、これ踏ん張ってる間に、うん、アーマーというのがついてまして、相手の攻撃を一発ノーマルバウンドで受け止めることができると。はい、とカルビ選手、じゃあやってみてもらっていいですか。はーい。あ、これこんな踏ん張ってるモーション中は殴っても返す意味ないと。これがすごい大きな特徴で、さらに最大に貯めると、まあ、こうダメージが上がるんですけど、うん、まあ、これのすごい大きな特徴が、はい、このインパクトとかを
ぶぶせるんですよ。そうなんですよね、そうなんだよね、はい、これがすごく強くて、はい、マジで強い。基本的にこのゲームってアーマーって言って、このインパクトとか、例えばこのグラディウスの受け止めるモーションとか、これってアーマー状態なんですけど、はい、そのアーマー状態を貫通するって言ったらいいんですかね、アーマーを無効化する性能を持ってて、最大ためは、うん、これがめちゃくちゃ強いんですよね。だからなんか困ったらインパクトってことができなくなっちゃう、ね、そうなんですよね。とりあえずインパクト打ってくる相手に対しても貯めておけば、ね、そう絶対潰せるっていう、うん、ガードされて反撃ないのにインパクトとかそういうのも潰せちゃうっていう、打撃出そうとしてもアーマーで返されちゃうみたいな、うん、はい、じゃあどうすればいいんだって話ですよ。そう先生、そういう話になってきます。なのでここからは対策話になってくるんですけれども、うん、はい、じゃあ、グラディウスの対策について話していきたいんですけれども、うん、さっきこれにアーマーがついてるって言ったじゃないですか。ちょっとカルビ選手出してもらっていいですか。お、取られちゃうと。取られちゃう、なので困るということなんですけども、うん、もう一回やってもらっていいですか、うん、あれやってくださいよ。おい、あれ、うん、ならない、どうせるやれないけど。ね、やれない、やらせてくれない。そうなんです、ね、やらせてくれない。これがグラディウスの一つ目の弱点、下段技はアーマーで取ることはできない。私初めて知ったかもしれない。嘘、マジで初めて。嘘、うん、このゲームって下段技っていうしゃがみガードできない技がいくつかあって、まあ、しゃがみながらこの足で蹴る技が下段技なんですけど、うん、モダンマリーズの場合はこのアシスト弱がそれに該当するんだけど、うん、例えばこれとかもそうかな、これ、はい、ほらこんな感じで取れないんで、うん、まあ、この人はそのグラディウスばっかりやってくるなと思ったら下段攻撃を多めにやると。多めにやると、うん、なるほど、うん、もう一つ目の対策なんですけど、こんな感じで来ると思ったらこうやって、あーいいね、こんな感じでジャンプして避ける、避けて裏にこうやっていくと、うん、あ、めくり飛びっていうんですけど、うんうん、これで避けながら攻撃するっていうのが一つ目の対策です。正面から行っちゃうと、例えばちょっと来そうだなと思った時にこう出されちゃうと、これ結構返されちゃうんですよね、こうやって。そう、こんな感じで、うんうんうん、そう対空技にもなるっていうのがすごい、この技のね、そうそうそうですよね。そう、これね、私ね、よくね、対空としてこれ使ってる。そうそうですね、敵がジャンプしたら、そうだよね、できてないけど、うん、うん、そう、で対空としてすごい強いんだけど、近くでこうやって飛ぶとこの反対に出るんだよね。そう、めくりね。そう、めくりで飛ぶっていうのがこのグラディウスの強い対策になります、うん、これをすれば相手はグラディウスを基本的に打ちづらくなると。うん、一つ一番最初に言うべきだったんだけど、これ相手がその溜めてるのグラディウスの申しが見えたらパリーするっていうのがすごい大事です、うん、パリーだね、はい、うん、これでまあジャストになったらジャストになったで反撃できるし、うん、でジャストにならなくてもガードゲージ削られないんで、これも一本近く削られる、ね、そうほら、そうすっごい削られちゃうんだけど、うん、本当だ、これガードしちゃうとすごい不利な状況になっちゃうね。だからとりあえずこれが見えたらパリーして不利な状況にしない、うん、であわよくばジャスト取って反撃できたらベストみたいな感じなんで、かなりあのマリザ戦はパリーを取るのが大事な対策になります。なるほどね、はい、この3つが基本的な対策になるんですけど、最後にちょっと難しめの対策をしたいんですけど、こんな感じで絡むったところを殴るっていう、結構その空振ること多いんですよね、この技って。遠くからでも結構出しちゃう技なんで、うん、はい、空振ってもいいから出しちゃう。ああそうだよね、そうそう、そう、それが強いんだけど、相手のこのスカリに技を入れるっていう、こうやって。なるほど、これされたらうぜえな。うん、そうなんだ、そうなんだ。見えたら、タメが見えたら下がってくのが結構重要だよね。かっこいいやつだね、これ。これできたらね、かなりすげえってなる対策だね。これできたらもう梅原ですよ。こっち出てくるな、梅原さん。これ思ったよりね、ちなみにね、めちゃくちゃ遠いとこから見けるね。で、そっから出してみて。そっから出してみて。ほら。そう。待って、そんな届くん？そう、ほら。そうなんですよ。まあ、こんな感じで、すごい遠くからでも反撃できるんだ。あ、そんな届くんな。結構隙がね、あの残っちゃうんですよ、先端に。え、じゃあ、そうそうそう、敵がこれかすったらとりあえず押したら当たるじゃん。そうなんですよ、そういうことだね。ちゃんとタイミングが分かってれば反撃できるっていう、うん、じゃあちょっとやってみようか、いくよ。はい、頑張れ。持ったヘルだね。おそう、おおそう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 、あ、違う、カルビだ。
そう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 。これ、なるほど。そう。タイミング分かれば。そう。そう。あ、うまい。そう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 。あー、見つけた。そう、でミス、ミスるとこ。ミスるとこれ食らっちゃうんだよね。カルビタイミングもちょっと掴んできた、ね。掴んできたね。そう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 。いいね、うまいうまい。そう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 。これ強いんだ。いいぞ。これいいぞ。そうそうそう。なじむ。いいね。これ使った方がいいよ。これ相当使った方がいい。そこで当たる。ああ、そうそうそう。そうそう、そこね、その辺、その辺。強い。これ強いね。だって余裕があるもんだって、この技は。そうだね。リーチが長いからね。そう、ただそのマリーザ的には、め時間を調節できるから、実際に対戦やと、マリーザ側が、ああ、でもうまいな。うまいな。どこで話すかで、結構的を絞りづらくできる。あ、うまいな。あ、でもうまいわ。意外と、意外とでも、いいことあるわ。ただ、ミスるとこうなっちゃうから、そうだね、なるべくは、なるべくは最大ためを狙ってやった方がいいね。あ、そうだね。なるほどね。最大目狙ってなかったら、こういうので、なんかこう、釣られちゃうっていうか。そう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 。まあ、でも基本的には、まあ、最大ために対して、これをやるっていうのが対策だね。はい。なるほど。うん、これはすごいためになる。全キャラ共通で対策できるんで、マリーザ同キャラだけじゃなくて他のキャラでもたるぶったところに強攻撃当ててそこから必殺技つないだりとか。強攻撃なら何でも入るんだ。基本的にサチの強攻撃とかだったら大体当たるから、それを狙うのがすごくいい対策になります。気をつけよう。これを知ってると先に出したもん勝ちっていうのがちょっと変わるって感じ。出させて返すってことができるようになるみたいな。うん、私間違ってたんだ、さっきの。まあ間違ってたってか、まあそういうことで、ね。まあまあまあ、ね、間違ってた。全部食らった。対策があるってことだね。出させてからのね。だから、花取りの時はこれ狙って、近い時は下段とかめくり飛びを狙うといいよね。そうだね。あとはパリ。なるほどね。パリ、うん、パリ、うん。じゃあ次は、ファランクスの対策に行ってみましょう。ファランクス、はい、はい、ファランクスとは何だったでしょうか、アルビ選手。それがファランクスでございますね。どういう性能の技かと言いますと、はい、ジャンプして攻撃すると上から奇襲してくる技ですね、うん、なんでというかっていうと相手の技をつかせるんですよね。例えばこういう姿勢が低い技をこうやって受けながら攻撃できると、こんな感じで。そう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 、うん、なるほどね。要するに足払いに強いっていう。そうなんですよ。下段に強い。下段に強い。これ面白いのがグラディウスと逆っていう。そう、グラディウスで使えた下段が使えなくなっちゃうんですよ、ね。うんうんうん、下段攻撃出してくる相手にはこれファランクス出せば勝てる。姿勢が低い技をつかすことができるっていうのが一つと、でさらにもう一つ、うん、はい、あれこれジャンプ、ああこれだ、あ、まずい、あ、あらーと、うん、飛び上がるところに一瞬だけだけど、はいはい、アーマーがついてて、うん、下段だけじゃなくて上半身を保有する技も受け止めたりとか、一発受け止めるね、うん、あと飛び道具を受け止めながら近づいたりとか、相手の攻撃を無効化しながら突進するんで非常に優秀な技なんですね、うん、なるほど。それだけだったらまだいいんですけど、さらに極めつけがあって、まいいねうん、ガードさせた後に有利になれるという。ガードさせた方が有利なんですか。はい、あ、そうなの。それがめちゃくちゃ強くて、そもそもこの連打できるじゃないですか。そうなんですよ。これをね止めるのが難しいのにガードした側が不利になっちゃうんで攻められちゃう。え、100巻と一緒。確かに100巻と一緒だね。100巻よりは返しやすいけど。第100巻だこれ。どうやって返すんだよみたいな人が、はい、例えばこんな感じ攻めたりとか。確かに一緒。こう、これでこれちょっと返してもらっていいですか。これカルビ返せよ、ほら。あ、返した。カルビ返してみろよ。ああ、いや、返せろ。返した。うまい。うまいじゃん。うまい。いや、これ、あの、マリーザが強いよ、これ。でも、一回食らったら、ちょっとむずいわ。そうだね。あ、そうだね。うん、これずっとさ、これで壁まで押し込めるじゃん、これ。いや、そうだね。押し込める。その対策を知らないと、もう、どうしていいかわからんみたいな感じになっちゃうんで、対策をちょっと考えていこうかなと。お、いいですね。いや、知りたくない。いうところで。みんなに教えたくないございます。はい、カルビ因果応報なんだよ、はい、うん、これはもうね、困ってるから教えてあげないと。困らせた人たちを助けるとそう、うん、今はカルビが困る番。今日だけだよ。今日だけね。今日だけ許して、まあ、これを見てくれた人にだけね教えてあげるということで、うん、そうそうそう、はい、じゃあ分かりやすい対策いきましょうか。まあでもやっぱインパクトが出が遅いんで、やっぱ適当にやっちゃうところインパクトがもう確定しちゃうっていう。そう、これね、されるわ、うん、今思い出した、うん、来てからもう頑張ればいけるし、まあ、読みで出しちゃってもいいし、ただもうこれ返せないから、うん、あ、そうだね、あ、うん、こういう連携とかももうインパクトで返せちゃうから、
しかも痛いの入るね。そう、痛いのが入るね、うん、そのちょっと難しいけどジャストパリを狙うっていうのもまあ一つ、パリを狙ってみて、まあジャストなればいいなっていうのもまあちょっと難しいけどさあ、で無理無理、頑張れ、うん、頑張れ頑張れ無理頑張れ無理です頑張れ無理です、一回やろう、一回やろう、一回やったら終わろう、うん、無理だ、こっち無理だ、一回行こう、一回だけ一回だけ、こんなやつ無理なんで、違う対策を、じゃあこれはなし、こんなやつ無理なんで、無理だ、じゃあこれはやめよう、お手本見せて、お手本、はい、いきます、むずい、むず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 むマリーザやったらちょっとむずいな、近距離やったらこう出る前にこうやって潰したりとか、うん、まあ、遠目のこの辺の遠目の距離だったらそこの辺の距離だったらまあこうやって返したりとか、うん、モダンモードであればワンボタンのこういうので返したりとか、うん、ここで返したりとか、あ、これを見てから頑張れば返せるんで、こうやって、うん、ちょっとじゃあやってみてもらっていい、俺、はい、そう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 、はい、いい、あ、いいですね、あ、うまい、いや、これ見てからやってねえな、フライングしました、うん、あ、いや、見てからやってねえぞ、見てからやってねえぞ、ちょっとあはははは、できねえぞ、できねえぞ、できる、できる、あ、できる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 、あ、やってる、ほら、見てからやってる、あ、こいつ、ずるしてる、あ、いや、やってねえわ、これ、やっぱりこいつ、あ、これ、全然ないぞ、全然感じです、あの、ある程度、来そうだなって思ったら体育で普段使ってる技で返せるっていう風に覚えておくといいんで、よくされるわ、よく、そうそうそう、ジャストパリよりは全然成功率だったから、うん、こっちの方が全然いいだ、ね、ジャストパリよりは絶対いいね、クラシックでもその通常技で対空してるキャラとか結構いると思うんですけど、うん、その対空技を出したら返せるとか、そういうところが対策になるのかなと、なるほど思います、なるほどね、あと先生、うん、垂直ジャンプもどうですか、はい、あ、いいっすね、垂直ジャンプ、こうやって、ね、こうやってぴょんぴょん飛んで飛んどくと、こう着地にこんな感じでなんか避けながら攻撃できるんですよね、こうやって、そう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 、なるほど、でこれってめちゃくちゃいい対策で、基本的に横から突進してくる技には垂直ジャンプするっていうのがもうスト6自体の結構基本なんですよ、避けながら、うん、あ、こうなってそうもう大ダメージ奪えるみたいな、かっけー、来そうと思ったらそう飛んどくっていうめちゃくちゃいい対策ですね、僕にさすがです、うん、いや、そんなもん、見てから飛ぶんじゃなく予想で飛ぶんですね、そうそうそう、そろそろ来そうだなみたいな、なるほどね、うん、見てから飛ぶのは難しくて、であらかじめ飛んどくみたいな、カルビ予想で飛んでやってよ、あの、うん、ハイタンが打つんで、予想でいくよ、あ、そうで飛べたらジャックとかを出して、これか、そう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 、着地を攻撃するみたいな、着地に、着地に、あ、そう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 、そう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 、ほらほら、そう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 、こんな感じでできると結構こっちも出しづらくなるっていうか、出す方もなんか僕らの嫌だなってなるから、そうそうそう、着地に噛み合ったら美味しいねっていう感じ、そうだね、うん、なるほど、これも覚えとくとかなりいい対策、いいですね、使い勝手がいい対策、これちなみにグラディウスもやられる時も乗れる時もあるから、それもおすすめですね、あ、そうだね、だ結構マリザ戦自体が結構垂直ジャンプするっていうのが結構いい対策です、そう、カルビ選手やっぱ困らない、このこうやってこうやって飛んでる相手に、うん、超困る、そうだよね、マリーザ対空がさ難しいもんね、うん、そうだね、私はね、これしかこれで対空しかできないからさ、うん、他の対空がむずくて、あ、そうだ、ね、届かないもんね、そこの垂直ジャンプ、ね、そうそう、難しいんだよね、やっぱね、マリーザには飛べって言われてるからさ、うん、飛ばれると本当に困るんだよ、で、垂直ジャンプするっていうのはマリーザ戦はすごく対策として大事って感じかな、なるほど、はい、なるほどね、気をつけよう、垂直ジャンプには、うん、それ返さなきゃいけないからね、こういうことで、垂直ジャンプされたらどうしようっていう目線で考えてるからね、そうだね、垂直されたらまあ前にも役に立ってる、ジャンプ中パンチ落としたりとかね、そういう風になってくるんだけど、うんうん、まあそういう読み合いになっていくって感じだね、なるほど、うん、なるほど、というわけでグラディウスファランクスの初心者向けの解説をしてきました、カルビどうだった、いや、私最初、うん、この企画乗り気じゃなかったんですよ、マジで、まあそうだね、そうだよね、発信すんなよっていうね、発信しないで
よ、不利なんじゃんって思ってたけど、ああよくよく考えてみたらもうすでにやられてることも多かったし、うん、逆にこれを知ったことで ね私逆にそれに対策できるようになるかもしれない。そう、相手がね、うん、何狙うか分かりやすいんだよね。そうだね、こうやってくるってことはこうすればいいっていうのがやっぱ上達っていう風になるからね。そう、あとね、うんうん、実際やられて困ってってることが多かったね、うん、やっぱ。あ、本当。だからこれうぜえなーっていうのが多かったから、本当にやられたら困ることなんだと思う、マリーザ側からしたらね。なるほど。そうですね。まあそれをね、まだ知らない人も多いと思うんで、まあ、この動画でね、うん、知ってくれたらいいなと思いますからね。うん、本当に困っちゃうからやめてほしいけど。みんなやったれ、カルビにみんなやったれよ。確かに。これを見てね、そう、もうカルビ選手見つけたらもうこれやってもらって、マリーザ戦の良くなることを皆さんね祈ってますんで、はい、ぜひ頑張ってください。はい、頑張ってください。頑張ります。ということで本日のイジェクト TV はここまで、うん、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。次回もまた見てね。さよなら。さよなら。さよなら。